今日皆さんにお伝えをしたいアイデア、みんなの将来を社会の未来へつなげる政治参加、そういうタイトルで話をしたいと思います。ご存知ですか？この方、広瀬すずさん。かわいいですよね。この方が今ですね、まあもう見ての通り選挙権18歳に今年からなったということで、実はですね、昨年度から、この広瀬すずさんが、イメージキャラクターの18歳選挙権、それについてのいろんな、PR をされています。ちょっと聞いてみましょうか。今日いらっしゃる皆さんの中で18歳、19歳、あるいは20歳以上の方でも、今行われている参議院選挙、この選挙が初めての投票の機会だという方、どれくらいいらっしゃいますか？あ、多いですね。7割ぐらいの方かな。はい、ご協力ありがとうございます。実はこの参議院選挙にあたって、こんなキャッチフレーズとセットになったポスターをいろんなところで見ると思います。日本の将来を決めに行こう。おそらくですね、今日終わった後、皆さんもちょっと意識をして駅とか学校とか見てもらうと、この日本の将来を決めに行こう、そういうタイトルでいろんなポスターが貼ってあると思います。考えてみたんです。日本の将来を決めに行くって何だ。例えば日本のと言われた時に何があるのかなということで、わっと書いてみました。今回の選挙、あるいは日々のですね、政治の中、あるいは日本全体の中でいろいろ議論になっていること、話がされている。憲法みたいな話が、あるいは社会保障、当然学生の皆さんに関わる教育の話もあれば、農業とかですね、そういういろんな話が日本のというところには関わってきていると思います。さらに、日本の将来を、なので将来を考えた。今が2016年。で、例えば2020年。東京オリンピックがあって、一つの区切りとなる年になるかもしれません。でも日本の将来をと考えたときは、そんな短いスパンじゃなくて、もっともっと長く、おそらく今20代の方が50代、60代、70代、80代、そんなことも含めて日本の将来をというふうに考えなければいけない。日本の将来を決めに行こうということを、選挙権を持った直後ぐらい、持ったときぐらいの自分のことを思い浮かべて、果たして今言った日本のいろんなこと、あるいは将来って長いスパンのこと、そういうことを決めれるのかなと、選挙権を持ったところの自分に聞いてみました。僕こんな感じだったんですね、選挙権を持った頃。こんな人間だったんですけど、見た目、ね、実は僕自身は大学生の頃から、若い人の投票率を上げるためにはどうすればいいか、あるいは若い人と政治の権利がもっと縮まるにはどうすればいいか、そういうことをいろいろ考えて活動をしていました。おそらく他の世代よりも政治のことには関心があったし、いろいろ考えていたし、でもそんな僕でも、さっき出したようないろんなテーマ、あるいはすごい長い期間を考えた時の将来、そういうことを考えた上で日本の将来を決めに行けたかどうかということを考えると、すごく怪しかったりします。若者は日本の将来を決めに行けるのか。例えばですね、こんな話がよくされます。若い世代が投票に行けば、若い世代は自分の人生の将来にすごい先のことまで考えるから、先まで見たいろんな政策とかいろんな判断があるんじゃないかということがよく言われると思います。それって本当なのか、本当に若者が日本の将来を決めに行けるのか、日本の将来を本当に考えることができるのか。決してこの話は若者だけではないと思います。例えば世代が上の方、高齢者の方、いろんな経験してるでしょ、いろんな知識もあるでしょ、いろんなことを今まで出くわしたことがあるでしょ。じゃあこの高齢者の人なら日本の将来を決めに行けるか。僕はそれも違うと思うんですよ、ね、おそらく年金、あるいは医療、あるいは介護とかかな、そういうことに関してはおそらく僕たちよりもですね、上の世代の方の方がいろいろ考えてるかもしれない。あるいは子育て世代、こっちに少し視点をずらしてみましょう。僕は今30歳なんですよ。でちょうどですね、僕ぐらいの年齢になると
周りの友達が、結婚して子供を持ちます。そういう人はどうなるか、こうなるんです。急に政治の話、選挙の話を僕に聞いている子供ができた瞬間、今まで一回も投票に行けなかったはずの友達が、お子さんができて、まあ物理的にこう政治と関わる機会も増えるだろう、あるいはお子さんのこう今後育っていくことを考えるときに日本の将来も合わせて気になる。もちろん子育て世代にとってみれば、子育てに関わることっていうのは僕らよりも関心が高いかもしれない。でもですね、若者も高齢者も子育て世代も、あるいは他のいろんな人たちも、結局はですね、日本の将来を決めに行くことってできないんじゃないかなと僕は思うんですよ。僕が日本の将来を決めるという定義としては、さっき出したいろんな課題が日本にあります。いろんな問題があります。で、将来のすごい長いスパンで何かを見なきゃいけない。それが本当に僕らにできるのかどうかということを僕は考えています。僕らがですね、おそらく考えれること、判断できることって、自分の身の回りのことだ、自分のちょっとした将来だ、それぐらいの範囲の気がするんですよね。学生なら学生の勉強のことかもしれない、バイトのことかもしれない、あるいは学生を卒業して就職をするというちょっとした将来のことかもしれない。それぐらいしかですね、どの世代もどの立場の人もなかなか考えることができないんじゃないかなというふうに僕は最近思っています。ちょっと政治の仕組みの話に移りましょう。間接民主主義という単語を皆さんも聞いたことがあるかなと思っています。ざっくり言えば、僕たちが皆さん一人一人が日本の政治のこと、日本の将来のことを直接決めるわけではない。僕たちが選ぶのは政治家を選ぶ、どの政党を選ぶ、で最終的に何か決定をするのは選ばれた政治家、あるいは選ばれた政党の人たちで決めるんだ。あるいは今選挙中です。選挙の時には政治の側からいろんな提案が来ます。各政党、各候補者が、私たちはこういう日本の将来を作るためにこういうことをやります、ここに問題を感じているからここを改善してこういうふうに言います、そういうことは各政党候補者の人たちが提案という形で僕らに伝えてくれます。で、僕らとしては繰り返しになりますが、最終的に全てのことを決定するわけではない。選挙で政治家を選んで、その人たちが予算のことであったり、いろんな政策のことであったり、そういうことを決めていく。もしかすると日本の将来を決めているのは、最終的に決めているのは僕らじゃなくて政治家かもしれない。だからある意味で言えば、日本の全部のこと、あるいは将来の長いスパンのことなんて僕らは考えなくてもいいんじゃないかもしれない。でも嫌ですよね、そんなのなんか。僕らじゃなくて政治家が全部決めてるんだ、最終的に決めるのは政治家だ、そんな話は僕は嫌なの。僕らとしてできること、自分の身の回りのことと自分のちょっとした将来のことしかなかなか考えれないとしても、その考えれる範囲を少しでも広げていく、そういうことを僕らは意識してやらなきゃいけないんじゃないか。やり方はいろいろあると思います。例えば専門的ないろんな本とか、そういうものを読んでいろんなことを学んでいく、いろんな知識を得ていく、そういうこともやってみるかもしれない。あるいは毎日いろんな新聞、いろんなニュースに目を通し、いろんなことをちゃんとインプットしよう、そういうこともやってもいいかもしれない。でも正直ちょっと大変だと思うんですよね。いろんな専門書をいろんなことを読んで僕らが学ぶ。今日はですね、もうちょっと気楽にやりやすい、あるいはもうこのトークが終わった後、このトークを聞いた後すぐにできる自分の幅の広げ方ということをお伝えをできればなと思っています。鍵は身近なというところです。身近な人や身近な場から多様な考え、多様な視点、多様な意見を知って、それについてお互いで話し合う、そういうことが自分の幅を広げる、今すぐ日常の中でしやすい最初のステップなんじゃないかなと僕は考えています。例えば選挙権が18歳以上引き下がった、このことを契機に学校現場がすごく変わっています。僕自身も自分の活動の中で、まさにこの写真のようにですね、高校の現場に行って高校生に政治選挙についていろんな授業を行う、
よくある事業としてあるのは模擬選挙と呼ばれる事業です。架空の候補者、架空の政策、そういうのを何人かずつですね、運営側で作って、それを高校生に読んでもらう。で、読んでもらって、誰に投票するかを決めてもらうのが模擬選挙というプログラムです、ざっくり言えば。でもこれ別に何もですね、投票箱に票を入れるという、この行為を体験してもらうことが、プログラムの目的では全くない。誰かを一人選ばないといけない。一人の候補者を選ぶという過程の中でいろいろ悩んだりですね。あるいは自分が悩んでいることを、隣の友達がどういうふうに悩んでいるか、隣の友達が同じ架空の選挙候補を見たときにどういうことを感じているのか、それを改めて知ってもらう場が模擬選挙というプログラムだと思っています。こういうことがよくあるんですよ。例えば誰に投票したのか、投票が終わった後お互いで話をしてもらう、生徒同士ですごく仲が良くて、放課後も部活も常に一緒にいるんだっていう、すごく仲のいい友達が全然違う候補者に入れていることがあるんですね。あれなんか違うと。それまで気づいてなかった。仲もいいし、いろんなことも知ってるはずだけど、改めてちょっと政治あるいは政策のことを考えてみると、全然意見が違うんだと。そういうことを気づくタイミングがあるかもしれない。これが身近な人と改めて話したときに得るいろんな気づき、いろんな考えを知るという。あるいは身近な場、政治っていうとどうしても国の政治とか、あるいは政治家っていうとどうしても国会議員とか、そういうことをパッと思い浮かべることが多いのかなと思ってますが、自分たちの町の話でいいんですよね。自分たちの町があって、そこにも当然政治があるわけですし、町の中にもいろんな課題、いろんな面白さ、いろんな問題が含まれています。これも僕がやってる活動なんですけども、月に3回ぐらい、僕は東京の中野というところに住んでいるんですが、東京の中野の駅の周りで月に3回ぐらいこんな写真のように、いろんな世代の人たち、いろんな職業の人たち、いろんな人たちが集まってみんなでゴミ拾いをするという活動をやっています。ごめんなさい、ちょっと嘘をつきました。正確に言いましょう、ゴミ拾いをしてビールを飲むという活動をやっています。月に3回ぐらい、面白いんですよ。ビールを飲んでると、いろんな人たちでビールを飲んでると、自然にですね、いろんな価値観に触れるわけです。いろんな人生の話を聞ける、いろんな経験がある、いろんな人の興味関心を聞ける。それはおそらく学校現場だと知れないんですよね。逆に学校現場で高校3年生が集まっている、そこの場で話す、身近な人と話すこともないし、でも身近な町の中に出ていって、町ということをテーマにいろんな世代と話をしている。これもですね、十分自分の多様性、自分の身の回りということを広げていくために使える手段だと思います。そしてですね、そうやって自分が、多様な意見なり多様な考えをして、そして多様な人といろいろ話をして、でもそれだと政治じゃないですね。政治って学ぶものでもなくて、僕らはただ思うものでも、そんなものでもなくて、僕らは政治に関われるんだ。そういうことを考えたときに、どう多様な考えを知って、多様な意見を僕らは分かって、そして考えたことを政治に届けるんだということも改めて考えなきゃいけない。パッと思いつくのは選挙で一票を投じるというやり方でした。もちろんそれも大事だと思います。やってほしい。でもなんかそれだけだって嫌ですよ。選挙で議員を選んだ。あとはじゃあ次の選挙までその議員に全て任すしかないんだ。そんなことじゃ全くないわけです。何か選挙以外の時でも気になることがあれば、思い切って政治家の事務所をピンポンって訪ねてもいいかもしれない。さすがにそれはハードルが高いなと思えば、政治家のツイッターにいくらいを飛ばしてみればいいかもしれない。あるいはぜひ皆さん住んでいる町のホームページというものを見てみてください。おそらくほぼ全ての町のホームページのどこかに市長への手紙、あるいは市長へのお便り、そんな項目があるはずです。そこは自分が思っていること、考えていることをそのフォームから記入をするだけで、僕らの声が行政に、政治に届くわけです。いろんな政治への届き方があるんだと。そういうことも僕らとしてはもうちょっと意識をしなきゃいけない。選挙だけじゃないんですよ。各自が意見を持って、他の意見も想像して、そして考えないといけないのは、政治家が主役じゃない。政治家が最後決めるのかもしれないけど、決めるまでに僕らとしてはいろんなやり方で
いろんな学んだ多様な意見をもとに自分の考えを伝えることができる。あなたが主役なんだ。それだけじゃない。あなたが主役ということは、あなたの隣の人も主役なんだということも僕らは意識をしているはずです。自分の意見が通ることもあれば、隣にいるもう一人の主役の意見が通ることだってもちろんあるかもしれない。あるいはもう一つ最後の話を広げて終わりにします。シルバーデモクラシーという単語を聞いたことがある人もいると思います。ざっくり言ってしまえば、数の多い高齢の世代の方たち、上の世代の方たちの意見あるいは考えがどうも政治の中では重視をされているようか、あるいはそういう世代向けの政策になったり、そういう世代向けの政策にかける予算の方が若者向けの政策や予算よりも重視されているようか、そういうことをシルバーデモクラシーという言い方で日本では言っています。でも僕ね、このシルバーデモクラシーももはや違うんじゃないかなと思ってるんですよ。今回の選挙すごく面白くて、いろんな若者向けの政策だったり課題だったり議論だったりすごく増えています。例えば奨学金の話をどうするか、ブラックバイトの話をどうするか、子育て向けのいろんな支援をどうするか、こういうですね、若者向けの話っていうのもすごく増えているわけですね。ただそこで気になるのは、現世代だけ向けの話になってないかなということが一つ気になることとして最後にお伝えしたいと思います。今生きている、あるいは今選挙に行ける、今声を上げれる人向けのいろんな政策が行われている、あるいは僕らもいろんな声を届ける、でもそれはあくまでも声を届けれる人が届けているわけなので、まだ生まれてない次の世代の人向けの話っていうのはなかなか出てこないわけです、ね、僕らとしては皆さんお一人一人が主役だと、それはまず感じる。でも隣の人も主役なんだから、まず隣の人と話してみよう。あんまりしないかもしれないけど、政治の話、選挙の話をしてみよう。それが国の話、外交の話、そういうのだとすごく大きくて難しければ、自分の身近な町のここが好きだ、ここが嫌いだ、そういう話でもいいかもしれない。でももう一つ考えないといけないのは、まだ話すことはできない、まだ当然何を思っているか知ることはできないけれども、次の世代も主役なんだということも僕らは改めて考えないといけない。18歳選挙権になって本当に若者と政治の関係、あるいはそこからさらに広がって政治と僕ら一人一人、皆さんお一人一人との関係というのが変わってくるきっかけに、この選挙が確実になっていくと思います。僕らもじゃあちょっと意識をして、自分たちの皆さんの将来、それは皆さん自身の将来というだけじゃなくて、皆さんの将来がいろいろ合わさっていろんな考えが集まることによって社会全体の未来へとつなげていくような、そんな政治参加の方法というのを改めて考えていきたいと思います。皆さんも少し意識をして行動を起こしてみていただければ、確実に面白い未来が待ってるんじゃないかと、そう思って最初の僕のアイデアとさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。